こんばんは。早いマリさん、かけっこ早かったですよ。向こうの方でたむろしてますからね、皆さんね。そうなんです、あんな具合で始まってるんですよ、本当に、はい。さて、お聞きいたしますか。ちょっとね、はい、のっけから見せたいものがあります。あ、これね、今ね、空輸で届いたばっかりなんです。え、羽田って書いてあります。あらー、なんですかこれ。ほら、雪、一見氷でしょ、うん、これはマリさん、ちゃんと段取りを知ってたとしか言いようがありません、うん、氷って言いますよ、これ見たら、はい、実はマリさんが言ったように雪なんです。あの先週実は北海道の大雪山のあの紅葉を見せました。もみじ持ってきた。もみじ持ってきた。真っ赤だった。今度はそのもみじに覆いかぶさるように大雪山の雪です。もう降ったんです。これ初雪。初雪。大雪山の。もうちょっとため息漏らしなさい、スタジオ。シーンとしてないで。冷たくしょうがない。だけどちょっと待って、ということは1週間以内。おやめなさい。スパイシー。毎週これなんだから本当にね。大雪山では1週間以内にだからもみじからもう雪になっちゃったって。こういうこと。あら、まあ、でもこれをわざわざ大雪山から入れて、わざわざこれで飛行機で今日、まあ本当に恐れ入りました。もうさっき和田アキ子さんがこれにですね、そのままこれをグラスに入れて水割り飲んでましたよ。いや本当に参りましたね。体中赤くなってます。さ、はい、というわけでございまして。そうです、はい、季節はすっかり秋でございますね。そういうわけです。早いですね、本当に。そうです、はい、まずはメドレーのスタートはなんとこの方からでございます。どうぞ。私はない言葉がない、明かりの消えた街角で、速い車に乗っけられても、急にスピンかけられても怖くなかった。電話で話したいタレントナンバーワンに選ばれた中森明菜さんです。ご紹介したい方がいっぱいいるんですけども、はい、とりあえずご紹介しましょう、はい、二十四の瞳でもう大変な勢いでございますね。大石先生、はい、田中優子さん、お願いします。今日はプリマドンだって新しい歌を歌ってくださいます。もうどう学校時代思い出してもこんな綺麗な先生いませんでした。でしたね、本当に。プリマドンが夢に舞い、乙女の心くすぐられと夕日の涙を呼び起こす。年の大きな夢にちっちゃいな目で流れ落ちたどり着く忘れた思い出に、悲しい過去の踊り子、傷つけた姿への踊り子、あんたにそう言わせないから一人よ、やばい目で夜の中さ。